はい、こんにちは、ゆうたの整体です。本日は五十肩で悩んでいる方に対する自分でできるリハビリを教えていきますので、ぜひご覧ください。ではやっていきましょう。まず用意しても欲しいものが一つあって、それがこの絵付きのコップですね。まあできればあまり重たくない方がいいんですけど、ちょっと僕の家にこれしかなかったんでこれでやりますね。まあこれをしっかり握ってもらって、支えれるところを持ってもらって体をかがめます。で、体を横に倒して腕も垂らすような状態にしましょう。このような状態で腕に力を入れてあげるのではなくて、このコップの重さを使って腕を振ります。だらーんと腕には力を入れずに体を揺らすようにして前後に振りましょう。この腕に力が入ってない状態でここまで上がると、肩がこのように90度以上上がっている状態を作ることができるんですよね。こういう状態を自分の力を使わずに重力等を使って再現できるっていうところがこの運動のいいところで、整形外科とクリニック等でもリハビリではよく紹介されている方法です。一緒に1分間やっていきますね。まあ、これを持ってもらって、あまり力を入れずに持ってもらって体を横に倒します。横に倒して前後に体を振ります。体を振るようなイメージで行ってくださいね。腕をこうこうこう、腕に力を入れるんじゃなくて体を振ります。こう体を振ってもらって、できるだけ肩には力が入らないようにします。それができるようになってきたら、次は横の動きもやってみます。こう横にも振ります。こうちょっと横を見やすいようにしますね。こう縦がこの動きじゃないですか。横は体を曲げてもらって、こういう風に揺らします。こうこう縦の動きではなく横の動きも入れて、肩を四方八方いろいろな方法にいろんな方向に動かしてください。で、慣れてきたらこうぐるぐる回すような動きも入れてもらえるとより効果的です。前後左右ぐるぐる、これを力を入れずに体を動かすようにして動かしてもらうと、肩の振り子運動、五十肩に対するリハビリとしては効果的だと言われてますので、ぜひやってみてください。五十肩のリハビリで悩んでいる方はぜひこれをやってみてください。以上がですね、五十肩に対する自分でできるリハビリ、ポットマン体操、振り子運動ですので、興味があった方はちょっとやってみてもらって、効果と感想をコメント欄にいて教えていただけると嬉しいです。では頑張ってください。以上です。ありがとうございました。